今日はメルカリもしくはヤフオクで桑の挿し木用苗を買ってもらった人に対しての動画になります。これは小サイズなんですけど、中サイズもやり方は一緒です。では今から挿し木をしていきたいと思います。まずはこれを袋から出してもらって、多分最初こういう風にカビが生えてると思うんですけど、そんなに気にしなくてもいいと思いますが、まあ、ちょっと倉庫で管理してたりしてたんで、その辺でカビが生えてるんですけど、気になる方は洗ってください。やっていきます。一番簡単なのはこういった100個入りとかかな、こういう風にポリ鉢9センチのやつを自分は使っています。これが多分200円とか300円とかやった気がするんですけど、これに土を入れて刺すだけですね。土は挿し木用とか育苗用とかいろいろあるんですけど、もう何でもいいと思います。排水性保水性が良ければ、保水性メインかな、保水性が良ければいいと思います。めちゃめちゃ簡単シンプルにやるとすれば、この1本の挿し木を このようにもう土に挿して半日陰のとこで水を切らさないように毎日水をやって管理していれば、この芽が新芽が出てきますので、それまで毎日水やりを欠かさずやってください。でこれが一番簡単なやり方です。で次はまあ最初は難しいというか、最初は手間がちょっとだけかかるんですけど、後々植え替えの時に簡単な方法をやっていきます。まずはこの新芽の上の部分、もうどこでもいいんですけど、この辺でカットします。この短い方が後で植え替える時にすごいやりやすい。でこの切った挿し木苗を、挿し木用の枝をここに挿して、これであとは管理は一緒ですね。はい、まあ、この2パターンが一番簡単なやり方です。まあ、こちらもこちらもやり方はほとんど一緒なんですけど、この切った方が挿し木が増えるので、株数を結構確保できるので、まあ、こちら数欲しい人はこちらがおすすめです。はい、で自分はもうこれをひたすら刺して、もう刺すだけでここまで1ヶ月かかってないぐらいでこの状態です。根っこは出てませんけど、このように新芽が出てるので、これの吸水はちゃんとしてるということですね。でこの状態でも自分はもう地植えしてもいいと思いますんで、地植えしたい人はこのまま地面に刺してもいいと思います。はい、次は細い枝の方にちょっと変えたんですけど、これからまた今度ポットでまっすぐな木に変える時の方法を紹介します。ですね、まあ、例えばこの挿し木で言うと、このまま地面に植えててもなるんですけど、これが主の幹になるので、まあこれも生えてますけど、結構木の形がちょっと暴れた形になるので、庭にまっすぐ綺麗な形で植えたい人は今からの方法を試してみてください。じゃあまずこの新しい枝の
ところの周りの木を切ります。新芽のところを周りの枝のところで短くしてカットしました。これをすることでこの枝自体がメインの木になるので、まっすぐとした綺麗な木になります。じゃあ早速ちょっとポリポットに、定植というか刺していきたいと思います。でこの新枝の方、枝がまっすぐ向くようにこれを全部土の中に埋めます。はい、これでまっすぐした挿し木苗ができました。この状態をもう地植えするんであれば、このままこういう向きで、この向きで植えてもこの木がまっすぐ上に立つので、それでもいいです。ただ株の数を稼ぎたい人はこの2箇所切れば2株で株を取ることができます。自分の場合はもうこちらの方が後々管理しやすいので、短く切ってポリポットに埋めて管理しています。でこのポットに植えた後は水をしっかり毎日また同じようにやってください。それではこれがさっき、1本に綺麗に成形、理想の形になるように差し替えた桑の挿し木です。これが、2年後どのようになるかというと、細い枝のバージョンではこっちになります。はい、これはもうここから短くして短く刺した状態でこんな形ですね。ここがまっすぐになるんですけど、これは自分の好みで管理すれば OK です。切る場合はこの根元から切らないと木が暴れますのでご注意ください。でこっちが挿し木用苗の中サイズのやつを挿し木にして育てた2年目の桑の木ですね。これも同じように途中から刺し切って刺しただけでここまで大きくなってます。切ろうと思いますんで、ここの根元のとこからカットします。これでトリミング完了です。この中の方で混み合うと実が取りにくくなるので、こういったところは自分はカットするようにしています。まあ、切るときは基本その付け根から切るのがポイントですね。で、このちっちゃい実が今ついてますけれども、これが膨らんで赤くなって黒くなったら食べ物で、だいたい毎年5月ぐらいでゴールデンウィークあたりで収穫が始まります。黒い実がついたら手で触るとポロッと取れるので、それが完熟のお知らせです。なので黒くなったら引きちぎらんで軽く触って取れる実を食べればだいたい甘い状態になっています。じゃあ今から何本か挿し木の挿し直しをやっていきます。
ちの方がちょっとひょろっとしてるので、これは自分は取ってます。これもですね、でこのしっかりとした太元気よさそうな土に刺します。はい、でこれが成長するとさっきの2年目の苗のような形になりますので、やってみてください。あ、でまだ先の話ですけども、実が収穫し終わって6月7月ぐらいにまだ新芽は出てくるので、これが新芽としたら、これが 新芽をカットして、もうちょっと太い方がいいんですけど、これをカットして葉っぱを数枚つけた状態ですね。まあ、2枚から3枚がちょうどいいと思います。これが新芽としたら、毎日水やり、特に夏場は水分がなくなるとすぐ枯れてしまうので、毎日、まあ、ちょっと半日陰で毎日水をやると新芽で差し向きも取れると思います。自分は基本もう夏の新芽差しはあまりやらないんですけれども、それもできます。これちょっとそのまましておきます。吸水率を上げるためには、このここを切るときにこういうふうに斜めに切った方が吸水、表面積が増えるんで吸水率が上がるので、これもいいと思います。
たった数十分15分で13株の挿し木苗ができました。であともう日陰半日陰で水をちゃんと毎日のようにやって管理していれば、たくさん桑の木の苗ができます。で特にマルベリー木の方は、ジャムとか果実酒にするとかなり美味しいです。果実酒はもうほんと簡単にできるし、氷砂糖とかに入れとってもマルベリージュースができるので、それもかなりおすすめです。では、桑の実の挿し木苗やってみてください。ありがとうございました。登録お願いします。